はい、酒好きな新潟人のゆっきーです。今回はですね、なんと、超激安のスーパーをですね、なんと発見してしまいました。はい。ですね、場所は伏せますが、名前は伏せますが、うちの近くにですね、なんと、伝説的な、このコロナエキストラの、これ缶ですね。これはいわゆるビールです。ここに書いてありますけど、缶のビール。容量が 355ml ですね。の缶がですね。これがなんと、普通コンビニで買うと250円ぐらいするやつなんですが、なんとこちらが一缶、超激安価格の、119円プラス税ですね。だから、119円に税合わせたから、130円ぐらいですね。で、売ってまして。で、俺に、これ24缶入りで、まあ、ワンケース買ったんですけど、2856円って。ね、超激安価格で売ってました。まあ、どうやってこれ発見したかっていうとですね、適当にですね、Google でですね、ちょうど今、うちにですね、ビールの大瓶が結構あって、で、ケース、プラスチックのケースもあるんで、これ、なんとかね、邪魔くさいからちょっと、ね、回収してもらえるとこねえかなと思って、酒屋ってググったんですよ、酒屋。ね、Google で検索したら。で、Google マップのとこが出たんで、近くに栄えねえかなと思って探したら、なんか、やけにそこの栄えだけ、20件以上の Google のレビューがあってですね、まあ大体4つ星ぐらいで、あって、評価がね、で、20件以上もカスタマーレビュー的なやつがレビューされてるんですよ。で、見たら、まあ、飲料が安いって書いてあって、飲み物がめちゃくちゃ安いとかって書いてあったんですよ。はえーと思って。じゃあそこ行ってみっかと思って。行ったらですね、まあ、普通のジュースとかがですね、ペットボトルのやつがだいたい、まあ、普通スーパーだと100円とかで売ってるじゃないですか。あれがだいたい普通に80円とかで売ってて、で、見たことないジュースとかも結構いろいろ売ってたんですよ。で、うん。で、まあ、50円とかのやつもあったりして、まあ、なんか業務用スーパー的なね、なんか謎の商品とかも結構売ってあって、見たことないジュースとかね。まあ、多分、まあ、普通に30円とかのジュースもあったりしてですね。うわ、なんだこれと思って。じゃあ、酒と思って見たら、目を疑ってしまった。俺の大好きなこのコロナエキストラ。これは、あれですよね。これは、メキシコの、ね、ビール。まあ、いわゆるラガー。アメリカンラガー的な味のやつですね。原産国がメキシコ。ってなってるやつですね。まあ、なんで、皆さんね、ぜひね、もしよかったらね、Google で検索してみてもいいと思います。酒屋とかでね。下手すると、本当に安いやつだと、本当にレビューが結構めちゃくちゃ、普通さ、店、まあ、スーパーとかだと、大してレビューついてないんですよ。だけど、めちゃくちゃついてるやつがたまにあるんです。なんで、そういうとこは、ね、ちょっと、行ってみるのも、いいかもしれません。全然ね、ちょっと、僻地だったんで、行ったことなくて。結構近所でも行ったことない道っていうか、あるじゃない。そっちの方に、あったんですよ。そのスーパー的なやつが、ね。まあ、実際は、スーパーなんだけど、なんかすげえ、しょぼいスーパー的なやつですね。なんか、うん。割としょぼかった。けど、店舗的には、まあ、小さいけど、そこそこ、
まあ食料品とかもいろいろ売ってたし、まあ駄菓子とかも売ってたし、結構駄菓子が豊富でしたね。うん。ですね。まあ、ちなみに名前は聞いたことないですね。聞いたことないあのスーパーの名前でしたね。まあ多分、そんなに数あるスーパーではないんだなと思います。こちらね、早速ね、まあ夏ですからね、もうそろそろ夏ですから。ね、これを冷やして、まあ早速レビューをしていきたいと思います。ということでね、まあ今回は、そういう店もあるんだよっていうことね。いやーでもよかったなーこれ。めちゃくちゃ安いんだもん。コロナエキストラってお前、普通に生ビールだぞ。まあ、価格とかでググってみる、コロナエキストラでググってみるぞ。コロナエキストラでググると多分、ちなみにアマゾンで、ああ、でも瓶か。ちなみにこれと容量が一緒の瓶タイプですね。これが缶じゃなくて瓶のやつ。瓶のやつが 355cc の、1ケース24本入りでなんと6000円しますね。5943円。アマゾンだと。1本あたり248円。恐ろしく高い。ね。その約半分で買ってしまったっていう。安いなぁ。で、価格 .com で見てみますと。あ、やっぱりしますね。やっぱそんぐらいするわ。どこもね、あのね、一番安いところで5680円っていうワンケースで、ね。この缶のやつで、価格 .com で見てみると、今んとこ一番安いのは5680円。ですね。うん。いや、そんなもんなんですよ、本当に。これコロナエキストラってかなり人気の、あのビールなんで。こんなもんですよ。だいたい普通、うん。250円ぐらいで1本売ってるんですね、これ。高い。高いビールなんですよ。また明日も行ってきて、お前、ワンケースまた買ってこようかな。あ、安すぎた。安すぎて、笑うた。また明日行って、まだ何ケースか残ってたんで、ね、またワンケース買ってこようかな。ということでね、ご視聴ありがとうございました。